元気で明るく、ちょっとつ猛進、春です。中国に留学中、膵臓がんになりかけたことがあり、ドクターストップがかかったのですが、やり遂げたい意志が強く、帰国せずに頑張った結果、2年半の留学を終えた時には持ち前の気合で病気も治しました。中国の魅力をみんなに伝えたいです。私はメディアが発信する中国のあまり良くないイメージに疑問を感じ、自分の目で確かめたいと思って留学しました。そこで私が実際に見た中国は、人情深い人も多く、また行きたいと思うような場所もたくさんあり、イメージと全く違う国でした。発信力のあるモデルへの憧れがあった私は、モデルとしての立場を確立して中国の魅力を発信したいと思っております。発信力のあるモデルになるための道のりも簡単じゃありません。まだモデルスキルゼロの私が、今回の挑戦で皆様に今後の期待感を持たせられるように、私の可能性を、伸びしろを見せたいと思っております。ゼロからウォーキングや自分の見せ方を学んで、どこまで仕上げることができるか、そして今ここにいる皆さんに少しでも中国の魅力を感じてもらいたいです。